ディオ今は授業中だ。注意力が散漫ではないか。集中力を欠いているようだが、俺の授業はそんなにもつまらないか。そんなことありません。では他に理由があるか。それは なぜ俺の顔をじっと見る。私、ガルーダ先生のことがずっと気になってて。それは色恋の話か。違います。鳥人間ってどういう生態なのか気になりだしたら止まらなくなっちゃって。そんなことか。呆れてものもいい。鳥でもなく、普通の人間でもないなんて。分かった。そこまで言うなら質問するがいい。可能な限り答える。それで授業に集中できるのなら安いものだ。ありがとうございます。それじゃあ早速。先生、それじゃあ次は。まだあるのか。これ以上はさすがに。あっ、チャイムが鳴っちゃった。授業が進まなかったではないか。先生、質問はまだまだあります。付き合いきれん。本日の授業はここまで。俺は退出する。逃がしませんよ先生。追いかけてくるんじゃねえ。知識欲旺盛なのは結構だが、度が過ぎるのも考えものだ。コナミ